なすって邪魔でございます。昨日はたくさんのいいコメントありがとうございました。まあ説明、いつもだったら一個一個説明するんですけどね、みんないいコメントだったので、まあ今日はね、まあ全てありがとうございますという感じでパーパーさせていただきます。ボンバーボンバー、これからもジャマは邁進ボンバー、うーんパーということで、5連勝してきました。レート1299、勝てば1300、ボンバーしていきたいと思いますね。ボンバーしていきたいと思います。まあ、いろんな人の意見があって、水めーと思うんですけど、やっぱり、まあいろんな人をね、やっぱ満足させていかなきゃいけないと。強い人来たな、強い人来たな、これ。1だから、レート600以下とかでもいいんだけどね。やっぱり簡単には、1300には行かせねえぞという。マイク・デドリック。そう、最近ね、442のよくわからん監督を使ってる人が多くて、どういう戦術なのかが、わからないことがパーなんですよね。ということで、ナインゴラン、ブスケツ、サンチェス入れましたね、僕ね。サンチェス、たまにね、ブスケツではパーパーな時があるんで、サンチェス入れて、ただサンチェスがね、セントラルしかできないから、そう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 。それで最近はこの343もう使っておりますが、なかなかボンバーということで、ブスケツ、ケイタとナインゴランか。あ、でもそんなに、あーでも軽い選手がね結構多いんだよね今週ね。前軽めのメッシ、サラー、メルテンス、ディバラ、ボンバーみたいな感じで、あとコウチーニョ使ってる人もいるし、この辺がね、軽い選手だと、ちょっとブスケツは遅すぎて、あまり効果的ではないと。そうだね、両サイドウィングボンバーで、ウィングをボンバーさせて、まあ、カウンターをポアパーして狙っていこうという戦術でございますね。ペペしかいないんだ。センターバックはペペしかいない。あっちもね、ロエル・マルティネス。ピピピ。行きましょう。マヌエル・ノイアーですよ。パパスタソー。エリック・バイリーのところがちょっと穴になるのかな。結構強いよね、でもね。ダニエル・カルバハル、マルセロ。サイドバックを普通にいい感じでボンバー。今作はやっぱサイドバックは、ちっちゃい方がまあいいんだけど、コーナーキックの時にね、どうしてもね、ちっちゃいやつ入れてると、そこを突かれたら、ボンバーなんだよね、やっぱり。クロスとかはいいんだけど。そう、今まではクロスも、身長関係あったっていうか、かなりね大事だったから、こうなんていうの、センターバックでかめの 4CB みたいな感じで、サイドバックできるセンターバックにポンパスさせるみたいなのも良かったけど、なんかコーナーキックだけっていうね。はい、触れるか、ナイス。あー惜しいな、裏ずれで良かったのかな。オッケー、これね、なんとか先に1点取って、オッケー、はい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 、あ惜しい、あらくそ、いやー、あそっち行った、いやーちょっとやりすぎたね今ね、ここ1点取れたね今。怖っ。よかったわ。あ、なんで？ここ大事だ、ここ大事だで、ここ。メッシ。ナイス、パスミスかな、今の。パス出したいな、あそこ。あ、クソ、ロナウド、全然違うところ飛んでる。おい、ロナウドしっかりしろ、今の1点もんだったぞ。なんか攻撃はうまくいきそうですね。この人の、この人自身の攻撃がオフないよね、オフないよね、あるか、ムービングさせなくてよかったかな。結構出てる。
ムービングさせてなくてもオフだったかも。気をつけていけ、ちゃま。はい、マノラちゃん。サンチェスいいぞ。そのメッシとかね、メッシとか相手にプレスかけるときに、オッケー、マニキマニやった。いやもうこういう一瞬の隙狙ってくるからね、もうレート900は気が抜けないよと。ナインゴーランとロナウド勝って、うわー危ねえ、誰、パパスタソか、パパスタソ相手だったらロナウドちょっと勝ってほしいですね。うん、勝ってくれると信じてロナウドに蹴る。前取られちゃった、いけないです。えっ、センチェス、こけた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 、危ねえ、こけるんじゃないよ勝手に。よし、サラ頑張って、ナイス。ちょっとゲーゲンプレスを外して、ここが空いているっつって、あれもしかして変だねこれ、あれしてるかな、マンマークかなんかつけてんのかなこれ。なんかやたらこっち側に寄ってたね今ね、マンマーク、ロナウドとかにマンマークをつけているってことなのかな。ウェイ、あ、こっちは開かないね。ピン、サイド使わしたいなここ。ナイス、あー危ない、オッケー。え、勝て、無理か、あ、これやばい、フラする、オッケー、ナイス、あ、そっち、ちょっと体勢、オッケーオッケー、クリアしていこう、どんどん。 PPP なら勝てる、マジ。よしよし、あ、ここが怖いね。ちょっと一回キープしよう、一回キープして、ずっと相手ボールだったから、ちょっと落ち着こう。ふぅ、逆から攻めて、ふぅ、あ、やばい、くそー、今シュートまで行きたかったな、危なサンチェス、ロナウドでしょ、これピピピ勝って、あ、くそー、ちょっと今ムービングでミスったね、ここうざいよねマジで、ここメッシマジでうざい、ここで持たしたら裏も抜けれるし、あそこまで反転できるっていうのが本当うざいわ。なるほどね、これが 2つ目のコーナーキック戦術ですね、この人の。あ、マジ誰だこいつ、カルバハルに負けたのロナウド、うちのロナウドちゃん、あー、これやってた、オッケーオッケー、いやー読まれてた、ナイスー、あ、ここチャンスじゃない、無理か、オッケー、あー惜しい、オッケー、サラー、よし、やっぱロナウドであの辺に持たれたら嫌だろうから、それやっぱ慌ててきたところサラーが来ましたね。これで2点でしょ、ゲーゲン外したからめんどくさいな、これハードプレス入れるか、ハードプレスどうだろう、でもワンツー、ハードプレスを 4-4-2 の時はね、ツートップにハードプレスをボンバーするともうそれだけで何もできなくなる人がいるんで、
まあでもこの人レート900だからね、なんとかしてくるだろうけど、試しに1回入れてみましょう。まあ、2-0 なんでね、1点取られても2-1だから、これで何もできなくなったらラッキー。まあ、でもコンセプトアレンジの数がね、白の数が、白じゃない、青の数が1個だったのが2個に増えてるから、もしかしたらあれってなるかもしれないけど、はあ、いや、あーどうしよう、前半ゲーゲー入れて早速解除されてる交代されたメッシー、ピーピーピーと、メッシがうざかったんだけど下がってくれて、こっちとしてはラッキー。いやー、ナイス、さサラ頑張れ、オッケー、ここでピーピー中入ってきてほしい、いや中入ってきてほしい、よし、あ、クソ無理、バイリーうざいわ、そうだね、サイドうまく使ってるからこの人、ハードプレスあんま意味ないかもね。オッケー、ナイス、こっちやでー、サラ行け、お前のスピード使え、お前のスピードでぶち抜け、ぶち抜け、無理だ、バイリー早いわ、ちょっとピンピンも戻ろう、今回はちょっと、あ、やばい、パスタその中入ります、オッケー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 、コースなかったからね、ちょっとハードプレスやめるか、ハードプレスやめて、ハードプレスがロナウドにはかかってんのか、多分この人結構ゲーゲン嫌がってたからゲーゲン入れよ、で3点目取ってこれで終わりだ、 3-0 にして、あとはもうゆっくりゆっくり試合を進めると。ペイ、マジで勝ったんだロナウド、しゃー、いや届かん、ロナウド勝たねえな、ほんと、あれなんでこいつがスルーパス出したのに、頑張れ、あ、欲しい、こういう感じで、うん、逆サイド横断していく、入らない、あ、入るか、そこまでドリブルして入らないと思ったけどネイマールがちょっとうざしですね、いい、ちょっとあと1点取りたい、あと1点取りたい、取って安心したい、いけないっす、よし、ここ、あー惜しい、その体勢が整ってなかったわ、はい、焦ってるぞ相手も、こっちも焦ってるけどオッケー、危ね、いいね、いいね、このギリギリのギリギリのパスワーク、そしてパスカットばっか狙うから裏が空く、よし、ナイス、ナイスピッピピ、この人結構前ボンバーしてたんで、フォアチェックかウレなのかな、分からんけど裏が空きやすい、よし、一番奥届くかな、あ、ナイス、ベイル中入ってきてくれ、あー、そっちやな、サンチェスなんだよね、サンチェスじゃない、サラダ、ここはもう引っ張られてるか、よし、もう行っちゃう、ナインゴ、うわー、パスゴミ、やっぱダイレクトで精度が落ちますね、戻れ、オッケー、ナイス、あ、
勝った。レート1300。サラーがボンバーしてるね。でも攻める必要ないから、ダニエル・カルバハール、ドリース・メルテンスでいいかな。ベイルがいないんだ。そう、メッシュがサイドハーフできないからね。あ、パパスタソ、パパスタソがサイドハーフ実はできるから謎にダニエル・カルバハールをこっちにしよう。よしこれでエアロガイト。ナイス。ポン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 やな。ポン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 取られるな。あ、そっか、そうだね。パパスタソがそんなサイドで、サイドだからといってコネコネボンバーしちゃいけないよと。あ、ここ空いてるね。いやー、出せない。危ない危ない危ない。ナイス、クルトゥナイス。中盤多分今までスカスカだったから、うわ全部大ぶね。いやコーナーちょっとキャッチしてくれ。ああ緊張するわ。でも86分でもう終わりだろ。はあよかった。1300キエリに頑張れ。ちょっと全部自滅してるわ。パスの出しどころがない。逆にこの褒めはね、4-4-2に弱いんですよね。うわぁ、オッケー、危ねえ。多分今のも、マニキーしたけど逆疲れてたっぽいな、コース的に。やばいじゃん。え、結構飛ぶね。え、俺半分ぐらいしか止めてなかった気したけど。え、パパちゃんスルーしたやん。全然パスの出しどころがないね。守備は守れてる風だけど、その後がないから、結局守れてないのと一緒やん。この相手に 4-3-4 はちょっと、ああでもあれかな、攻撃意識が高いからめちゃくちゃ人がいるだけかな。ノイヤー、キャッチして。あ、クルト対ノイヤー、シュート打つ。おお入ったらすごかったね。よっしゃ、ドライブしてたし、もうちょっとか、なんかブレ玉とかで入ったら今気持ちよかっただろうね。勝ちました、ボンバー。いや、シュート13の中、13の7、こっち5の5ですよまあでも割といいシュートだったんじゃないでしょうかね。たまたま入ったとかではなさそうだったんで、ちょっとまあね、狙いすましたシュートでボンバーしたと思っていただければいやでもこのスタッツ見るとやられてたよねっていう風に思う。まあでもね、やらせればやらせるだけ攻撃にね、人数枚数かけるかかっちゃうんで、特にこの人みたいなサイドバックを普通に攻撃的なサイドバックとか使ってる人はね、でやるとカウンターに弱くなっちゃうから、そこをつくと少ないチャンスを5回もものにした。5回もものにしたんだって。ということで、じゃあまあ、ボンバーして、レート1300いきました。次は、1400ですね。まあ、とりあえずこの1300、まあ、負けても落ちないように。落ちたら、うわ、また1200かよってなっちゃうんで、1218とか20とかまで、気を引き締めてあげたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。コメント、チャンネル登録よろしくお願いいたします。さようなら。パー。
最後までご視聴いただきましてありがとうございました。コメント、チャンネル登録よろしくお願いいたします。